サルスギールは、モロッコ北西部、ジュバラ地域の地中海沿岸にある、小さな町で、タンジールとセウタ間に位置し、同盟の川の右岸にある。この町には他にも多くの名前や綴りがある。行政上の所属は、タンジェテトゥアンある補正町方のファフスアンジュラ州である。2004年の国勢調査では、人口1995人だった。町は、円形で、 中世のモロッコの町では珍しいデザインである。レンガと切り沈みから構築され、半円形の石積みの塔が隣接している。壁には三つの記念碑的な門があり、それぞれ四角い側面の塔が並んでいる。ボブルバールには防御のために L 字型の入り口がある。これらの門は通信と貿易の両方に使われ、通行税を課していた。モロッコアラビア語では、 小さな城を意味し、LQR スキル、またはカサルサーと表記される。小さなとは、さらに南にあるクサールエルケビールと区別するための、ものである。スペイン語の名としては、これを翻訳したキャスタホが使われたが、現在では、アルカザールセギル、またはアルカザールスガイアーと訳される。ポルトガル語で、これに相当するのは、アルカサルセグルである。 かつてのムラービト町とムワヒド町では、軍がモロッコからイベリア半島に向かう途中の重要な乗船港だったため、ケーザーあるマジャズ、カサルあるメジャー、またはカサルあるジャワーズと呼ばれていた。イスラム教徒によるこの砦の他の名称は、11世紀の地理学者、アブウーバイド・バクリーによるある、ケーザーあるあると13世紀の歴史家、アブデルワヒット、アル・マラカスヒによる、 カサル・マスミューダがあり、後者は地元のベルベル人の部族のマスムーダに由来する。古代の名は、リッサ及びエキシリッサで、これは、エドワード・リピンスキーの推測では、フェニキア人の居留地の名である、ハイキュー、または、ヘック・イー・エリッサが生き残ったことを示す。ただし、プリニュースとリピンスキーが示す、古代の居留地はさらに東に位置しており、ベンスに近い。 中世ギリシア語の名前はエグザイルサである。クサールスギール周辺の地形図、クサルスギールは、タンジェとセウタの中間にあるジブラルタル海峡に位置する。クサルスギールは、海や陸からのアクセスが、比較的困難な海岸沿いの湾に位置し、北モロッコの他の港に匹敵するほどの規模に、成長したことはない。しかし、アクセスの困難さは、 軍事行動では敵がやってくるのも容易ではないというメリットともなる。敵による妨害の危険がほとんどないことで海上輸送される軍にとっては安全で秩序だった乗船及び上陸ができる場所だった。エクシリスサはおそらくフェニキア人の植民地として建設され古代カルタゴによって引き継がれたがポイに戦争後にローマ支配下に置かれた。ローマの下ではそれは 塩漬けされた土地だった。5世紀にはバンダル王国に侵略され、6世紀にはビサンチン帝国に征服された。マスムーナ城は、西暦708年から709年に、ウマイヤ朝がこの地域を征服した後に建設された。971年、アンダルスの後ウマイヤ朝は、砦の建設を企てた。そこを足がかりに、イドリースアサを征服しようとした。 ビト町とムワヒド町時代には主要な造船所として使用されていた。1287年、マリーン町のスルタンのアブヤクーブユースフは、円形の町の周りに29のホルイと3つの記念碑的な門を備えた新しい厚い城壁を建てた。しかし、マリーン町によるイベリア半島への都会遠征が終わったため、拠点としての使用は減少した。 15世紀には悪名高いバルバリア海賊のネジロとなり、ジブラルタル海峡を通る船を獲物にしていた。1458年、ポルトガル王アホンソゴ星率いる2万5000名の兵と200隻の船からなるポルトガルの遠征軍が10月23日から24日の2日間の戦闘の後、町を占領した当時のマリーン町のスルタンアブドアルハック2世は、 直ちに学会を試み、1458年後半に行為を行い、1459年の夏に再び行為した。しかし町は続く一世紀のほとんどの間、ポルトガルの手に残り、アルカサルセグルの名で知られるようになった。1502年にポルトガルは町の壁を海にまで延長する新しい一連の築城工事を開始し、それによって、 アフリカに向かうポルトガル遠征軍の上陸地として防備を固めた。ポルトガル支配下の町の居住人口は約800人に達した。モロッコの土地は支配し続けるには費用がかかりすぎることに気づいたポルトガル王ジョアン三世は1533年にそれを放棄することを決定した。が、クサルスギールの最終的な放棄は1549年まで遅れた。その後、 モロッコによって占領されたが、放棄前にホルトガルは住民を避難させ、要塞や町の多くを解体し、さらに港には瓦礫と砂を捨て、すぐには利用できないようにしていた。1609年のスペインで行われたモリスコ追放では、クサルスギールはモリスコたちの目的地になった。中継港としての役割を失ったクサルスギールは、その規模と重要性が失われ、 古いモロッコの城とポルトガルの鳥での遺跡の残るあまり重要でない漁業の町になった。その後、川の右岸、古い城塞の向かい側により近代的な町が生まれた。クサルスギールは21世紀に再出発することになった。王立モロッコ海軍の新しい海軍基地の建設が予定されていた。2007年、新しい商業貨物港であるタニコールメドが クサルスギールの北東約12キロの地点に建設され、始めた。ありがとうございます。